とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はタワー縛りプレイでやっていきたいと思います。今回の縛りはアーティファクトとエンチャント禁止です。その2つを禁止してクリアしていきたいと思います。では行きましょう。結構ね、アーティファクトに頼ってる部分があったので、それができない今回はなかなか厳しいとは思いますけども、まあまあいけなくはないかなというところでしょう。 OK、 さすがにボスでやられるとかそういうのはないかな。最初のボスでやられるとかは、はいはい、まあとりあえず一回ここは余裕ですね。やり、ハンマーで言ってたんですけども、確かに槍の方が落としやすい。うん、攻撃速度はこっちの方が速いんですよね。なんで槍で行くようにしてます。 OK で、槍プラスウィンドウを装備するとさらにやりやすいですよね。多いし、だから TNT を向こうまで3つぐらい持っていってそれで落とすっていう人も中にはいるみたいですけどね。ここでウィンドウだね。そうか、エンチャントダメか。まあまあまあ、なんとかなるわな。ちょっとダメでもなんとかなるでしょう。あぶれ、あぶな。ここで雲は結構危ないな。よし、危うくね巣に引っかかった時にクリーパーを食らう可能性がある。スパイダー、スパイダーと槍でかなりいい感じだもんね。よっしゃ。で、あれよね、商人でどっちを上げるかがちょっと悩むところですけども、やってみた感じあれだね、槍を上げた方が安定する。うん、防具をね上げた方が、まあ、耐久力あって安定するかなと思ったんだけども、いやそんなことなくって、武器攻撃力を上げてガシガシ進んだ方がいい感じですね。まあまあ HP 吸収がついてるね、それもあって槍を上げた方が断然安定しますね。いらない。でここで槍だね。 OK、 エンチャントは入れちゃダメです。今回思うけど、これ装備選べるからいいけど、選べないランダム報酬だったら絶対きついよね。 OK、 いきます。違う違う、バカ。 OK、 はい、じゃあエンダーマンが若干きついだよ。よし OK、 まあ距離をしっかり測っていけば大丈夫ですけどね。あ、痛い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 。出てきて、もうサクッと倒したい。よし、はい、あと一発終わり。で次行きましょう。いらない。ここでのバジルネストが結構重要か、重要だな。
や、これバジネスないと結構きついぞ。じゃあ大丈夫か。うん、距離を詰めさせないように戦っていけばいいかな。大丈夫か。うん、まあまり前に出すぎないようにやっていきましょう。ねえ、まあ、まだね2発で倒せるんで。もう危ねえ危ねえ、やりにくい。意外と HP 高いもんね雪ゾンビは。本当に意外と HP が高い。でもまあここでおしまいだね。よし、終わり。7回クリア。スピンブレードも取れないのか。そうか、ここきついぞ。あ、スピンブレード取れないのちょっときついな。ここはまあ最悪ちょっと下に戻って壁使って倒していくしかないかな。あ、もうやりにくい。 OK。 いや、下に戻らなくていい、ここでなんとかなるね。お、やっぱ槍のリーチすごい、めちゃくちゃ余裕で届く。いやいやいや、 HP 高えな。終わり。ちょっときついかなと思いきや全然いけますね。ハンタークロスに変えとけ。うん、もうウィンドウを使わないもん。使わないからもうこっちで。いや、ちょっときついか。ちょっと戦う場所考えんと。危ねえ、危ない危ない。ちょっと待て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 、危ねえ危ねえ。よし、あぶねえ、やられそうだった。こうじわじわと距離をね詰められたね。危な。よし、終わり。はい、いらんね。うん、亀に変えてもいいかなと思うんですけど、変えない、もうこのまんま行く。うん、HP スイスイいった方が安定するような気がするんだよね。アプローチ、アウチ、むちゃくちゃ減る。よし、 OKOKOK。段差を利用するとなんとかいけるね。 OKOK。 よし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 、いいぞいいぞ。いないね、こっち側はね。 OK。 いや、意外とこれ楽勝か、もしかして。 OK。 あんまり直では殴りたくない。ダメージ受けるんだよな、やっぱ。もうよし、防具のパワーが全然足らんからね。よし、終わり。10回クリア。おーし、あー、そうか。いや、でも変えたがいい、変えたがいい。いや、変えない。いや、変えるね、
変えるね。さすがにもう変えれないもん。うん、影突は使えないにしても変えた方が良かったでしょ。よしよしよし、あぶね。あ、いや意外と槍の能力を使うのであればスパイダーのまんまの方が良かったか。うん、スパイダーのまんまで攻撃速度を維持していった方が安定したか。バカ野郎攻撃遅くなってる。あ、いや全然もうあとはもう指でいこう。危ねえ危ねえ、危なくてダメだわ。よし、はいはい。いやいや今回結構やっぱ敵が多いからさ、普通に行くと意外ときついね。いいか、あぶねえ。あ、ちょっとここも、下に、うん、押されてくるとこれきついぞ。おい、いやむしろこの段差をしっかり使っていった方が戦いやすいか。結構槍でそのままいけそうな感じだね。よし、ああまあまあ今回のタワーと槍がすごく相性いいんだろうね。戦いやすい。うん、そこまで強敵がいないからかもしれないけどね。ちょっと待って、スケールにしようか。うん、の方が、まあ、火力も上がっていいかな。うん、影とかは別にしないんでスケールで火力落ちしていった方がいい気がする。ああ、やっぱ火力が違うよね、一発一発の重みが。うん、だいぶ強い。いい、あれ、おお、何何何何立ったまま やられてたの。変えよっか。いや、まだ槍の方がいい気がするな。確かにあれ強いんだけど、あの強さは、よし、危ねえ危ねえ。やっきついな。ソウルナイフはね、衝撃波が強いんで対応してたんだけども、おーい、ここはね槍の方が戦いやすいと思うんだ。 OK、 いいね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 。うん、やっぱこれ槍の方がいいわ。うん、距離を測りながら戦っていけるんで安定する。よし、また槍に変えようか。槍に変えよう。ある程度のところまでこれ槍でいいぞ。しゃあ、いや槍で全然いい。よし、おお、壁使えば全然強敵が来たとしても戦えるんで
いいでしょう。よし、オッケー。はい、もう一体来るよ。まずはミクロを沈めたい。あぶね、ラックラスピン食ってしまった。危ない危ない危ない。HP の回復手段がないんで注意しないとね。終わり。15回終了。ちょっと終盤きついか。まあいらん。ちょっときつくなってくるかもしれない。アーティファクトが今回結構ね優秀だもんね。 OK。 あ、待って、これ開けずにさ草刈りできない？できんか。あー、できないね届かん、さすがに、さすがに届いてない。よし、あー、ソウルマックスだから、そうか、クリティカルがもう出るのか。では戦いにくいんだよねこれ。よし、いや減る減る減る、むちゃくちゃ減る。よし、めちゃくちゃ減る。鼻からの一撃がめちゃくちゃ痛い。よし、 OK、 終わりか。終盤きついかもしんないです、まあ、とりあえず行こう。そうね、武器はこのまま槍でいいのか。槍の方が安定するかな。あー、やりにくいところ。あ、でも槍だからまだ戦いやすいよ。うんうん、ここ槍じゃなかったらちょっときつい。 OK、 OKOK、 これ草刈りでね上に行くまでにだいぶ HP 減るんで。よし、危ない危ない危ない。いや食らうわ。横に振っていかないと、とてもじゃないけど HP が減りすぎる。いやいや、もうもういいか。あのきつい、すごいわ。よし、こっからまた敵をね倒していかなきゃいけないっていう、なかなかきついステージだけども、まあ、槍の戦い方であれば大丈夫だね。 OK、 こいつをなんとか倒したいけどさすがに届かんね。よし、あ、でも言うて強い敵いないわ。よし、 OK、 あと1体だけ。別に強い敵はいなかったから余裕だ。終わりー。はっ、まあ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 、一応ね変えときましょう。火力はもうこっちの方があるんで、むしろこれでガシガシ打つだけで勝てるでしょ。ちょっとリープリーフを戦う前にある程度減らしときたい。 OK、 上のリープリーフはちょっと
当きついんでね。 OK OK、 周りにちょっと雑魚がいられるとやばかったかもしれないけども、まあ孤立させれば余裕です。バーストの方がいい気がするんだよね。バーストで、うん、ちょっと一点集中で攻撃していった方が戦いやすいかな。わっぶね。いやー、なかなかここ、いや、うん、槍の戦いをしていけば大丈夫ね。上から狙っていけば、まあ、それなりに痛み抑えられていけるね。 OK、 いいんじゃない。よし、 OK、 終わり。はい、19回、もう少しだね。終わりが見えてきた。で、グレイブ取ろうか。いや、いるよね、うん、グレイブはいるかな。さすがにそろそろもうパワーが足らんもんね。 OK、 ここはここで振っとけば勝てるでしょう。リッチいないよね。いないね。 OK、 よっしゃ。おしまい。20回クリア。はい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 、グレイブ正解。アーティファクト取れないならこんな感じでやっぱ距離を置いて戦っていくっていうのがやっぱ重要だね。ちょっときついぞ、ちょっときついぞ、ここ。よし、 OK、 あぶね。よし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 、ちょっと嫌なやつをどんどん沈めてって。よし、よっしゃ。いい感じでしょう。いや、もう207発十分じゃないですか。多分最後まで全然持つと思います。いらんかな。うん、いらん。ああ、嫌な場所。あ、いや、全然大丈夫だ。いやいや、こっからよ。あぶねあぶね。よし、よっしゃ、オッケー。嫌な場所は抜けた。あとはちょっと弓で減らしていこう。 OK 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 OK。 待て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 よ、待て待てよ。 OK、 よし、はい、終わりで、両バウのが戦いやすいけどな。そうね。いや、もうクレイモアで行こう。まあまあ、このボスは余裕さ。道中どうしてもね、両バウの方が使いやすいとは思うけども。
これでいけ。よしよしよし。いやー虚無欲しい。虚無があれば、まあ、そういうこと思うよね。縛りプレイの時さ。 OK。 はい、トロッコに引かれないようにね。うん、引かれがちだから。ここはいらんな、いらん、うん、でもって、ちょっと待って、スケールメールどっかであったよな。いや、ないか、ないか、この先はないか。いや、あったあったあった、25回の報酬で スケールメール多分あるわ。クレイモアです。 C、 これだけの耐久力あればまあまあそれなりにやっていけるでしょう。 OK OK。 危ねえぞ。危ない危ない、ちょっときつくなってきたあれはきつい。よし、一気に終わらせる。おっしゃ、はい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 。なかなかこのレイス軍団は注意しないと危ないよ。やっぱ耐久力があんまなかった。ああ、でここここ、これこれ、ここでスケール取ればいい。うん、まあ確かに商人で上げてればもうちょっとビクビクしないでね戦えたと思うけど、いや商人でよし、クレイモアを上げれたっていうのは本当にでかいと。おわっ、いや、ここアーティファクトなし、ここきついぞ。よし、よしよしよし、いやきついな、ここ。よし、もうじわじわ来る。よし、よし、危ねえ、もうじわじわ来るわこいつら本当に。よし、これまだ、ああ、オッケー。26回が多分ね一番きついかなと思ってたんで、いけてよかった。いらんね、このままでいきます。20、28、うん、あと2回か。ボスはね多分クレイモアを29回で上げていけばまあまあ楽に倒せる気がするんだよね。まあ問題はこの27、28をクリアできるか。まあできるでしょう。オッケー、あぶねえ、よし、あぶねえ、よし、オッケー、山場は抜けました。まあ2体で出るだけなので、あいつを倒しさえすればもうなんてことない。よいし、27、おしまい、いらない。はい、最後、まあ、最後じゃないけど雑魚戦最後。
エンチャントポイントが41余ってる。ほんともったいないけど、こういうやつだ今回は。まあ、ここもドクレイスちょっと注意ね。オッケー、よし、いいぞ。よし、はいはいはい、いけたね、なんとか。うん、アーティファクトエンチャントなしで取れてます。いらんわな。うん、わざわざ弱くする必要もないし。でここはもう武器上げてもう一気に攻めていった方が間違いないでしょ。あ、5しか上がらんか。まあそんなもんだよね。うんうん、アーティファクトとかをしっかり取っていた状態で118なんで、まあ、そんなもんでしょう。何やろ、あ、邪悪な村人特攻か。ゾンビ特攻だったら嬉しかったけど。いくぞ。いやー、減らん。こいつは減らんぞ。待て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 、これちょっと泥試合確定だ。よし、待てって、これは減らせん。待て待て待て、よしよしよし。きつい。オッケー、よし、オッケー。なんとか近接攻撃を当てたい。ああ、いや、それでも全然減らせん。あっぶねえ、あっぶねえ。いや、ボス戦がマジできつい。ボス戦やばいぐらいきついぞ。オッケーオッケー、いくぞ。よし、ようやく半分。よし、痛い痛い痛い。よし、オッケー、よし、なかなか隙を見せてくれない。待て待て待て、危ない危ない危ない危ねえ、危ないって。あいつ余裕で待機しておるな。余裕の待機。よし、危ないぞ、危ない、アプローチ危ねえ。絶対危ないと思ったんだよな。よし、あ、待って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 、じわじわ減らされてる。あ、でもそろそろ回復できるから大丈夫でしょう。もう、怖い怖い怖い。もう泥試合だよ。よし、
これで終わらせる。おっしゃ、いけました。最後きついって。いやー、アーティファクト重要だったんだな。大釜をちょっと最後見よう。いや、良くないな、多分。防護1いりませんね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。